先日ヌードでカムバックしたアイドルはデビュー当時から圧倒的な世界観を確立し、なんと今作では検索結果をジャックするという風刺も見せ、こんなコンセプトを考えつくのは天才だとファンから多くの称賛の声が寄せられました。そしてそんなアイドルの楽曲制作はリーダーであり作曲家でもあるソヨンが担当しており、今回のヌードでも作詞から編曲に加え楽曲のコンセプトまで彼女が設定していたといいますが、現在そんなソヨンが立場を利用してパートを独占していると批判が集まっているといいます。ソヨンはアイドルの楽曲からコンセプトまで大部分を一人で作り上げていることを名目に、今回のヌードではセリフの部分を除き、ソヨンが一人で 40% ものパートを担当しました。そしてそれはメンバーが一人抜けてからさらに顕著になり、中でも一番被害を受けているのがメインボーカルのミヨンだといいます。前作トンボーイ、そしてヌードでもパート最下位のミヨンを差し置いて、ソヨンが2倍以上のパートを担当していたのが分かり、さらにパート割りのみにとどまらず、ミュージックビデオでミヨンの個人衣装が一つしかなかったり、メンバーからもミヨンに合うアルバムのみまだリリースされていないと、ミヨンのグループでのこの不遇な扱いが明らかになったという場面も見られました。もちろんこれにはミヨンのファンも耐えきれず、どうしてこんな扱いなのか理解できない、会社はミヨンを平等に扱えと、今までのタイトル曲の秒数を計算して事務所に抗議しているファンも現れました。楽曲制作をメンバーが担当するグループは多くありますが、グループによって作曲者のパート割合が多い場合もあれば他のメンバーと変わらない場合もあります。パート割を会社が決めているかメンバーで決めているのかは不明ですが、最も深く楽曲に関わり一番パートを獲得しているのがソヨンであるために、ソロではなくグループで活動しているのに自分がプロデュースしたからって分量を奪い取るの、このようにソヨンを中心に批判が集まっているといいます。ですがもちろんアイドルはソヨンありきで成功したという声が多いように、彼女がいなければ現在のアイドルもなかったかもしれないし、実際に今回のヌードも大成功を収めてはいるんですが、そんなソヨンと他のメンバーの格差にファンが不満を抱いている状況だといいます。皆さんはどう思いますか？